なんで、なんでこんなことになったんだ。ひまほちゃん、生活は楽じゃないけど幸せだな。でも人生には空模様があるからな。移ろって動いていく。ずっと晴れ続けることはないし、ずっと雪が降り続けることもない。そして幸せが壊れる時にはいつも血の匂いがする。水の呼吸三の方竜竜舞。あちょー、皆さんごきげんよう。さて、今日は皆さんからリクエストが多かった鬼滅の刃の粘土衣装作っちゃうわよ。へきへき一睡、早速いきましょう。まずは黒髪リカちゃん、ねずこのあの前髪作っていくわ。髪を分けてこっちに寄せてくるくるくる止める。白い粘土でタミ指穴を開けて鼻を。そしてこれは何かしら、レクオーマかしら。白いのもペタッ。ピンクの粘土伸ばして伸ばして四角くカット。着物の模様を描いていくわ。腰につけます。白い粘土は襟、上にもピンクの粘土せます。余分なところはカット。裾をまくり上げたこのラインもつけておきます。あとこんなんもついてて帯を作っちゃいましょう。この帯の模様はかまど家のみんな洋服のどこかについている市松模様。そういえば東京オリンピックのロゴも市松模様よね。みんな知ってた。帯留めは山吹色かしら。黒の粘土で上着を着せます。髪の毛先が色が違うからパステルで塗ります。ちょっと見えないかしらね。食べちゃわないように口には竹筒ね。血気術バッケツ。おはよう。お次は炭治郎。おでこがしっかり出てる髪型だからこのワックスで髪を上げます。テッカテカやね。ハルト君には、ね、覚えはないかもしれないけれど、これは弟君がね火鉢を倒した時にかまってできたやけどなのよ。ハルト君は黒い髪、赤い鼻を、白いレンガオマかしら。黒い粘土を四角くカット、線を入れて畳んで畳んで下を袋っぽくします。裾が大きく広がったズボン、襟と胸のポケットかしら。そしてボタン、
は別にね。大福かっこいいわよね。さあ炭治郎の上着の一滅模様を作っていくわ。緑色の目と四角くカット、これを置いといて伸ばした黒色の粘土に重ねます。同じ形にカットしてひっくり返して黒い粘土部分を浅く切る。そして黒色の粘土だけ取る。ほらできた。着せます。余分なところはカット、袖もつけて炭治郎の衣装はできたわ。次は耳飾り、これは炭治郎の家に代々伝わる大事な大事な大事な耳飾りよね。ほら、お父さんもしてた。はい、お次は黒のお湯まり打ちます。ところで炭治郎、あなた格尺の子じゃない、縁起がいいわね。こりゃ刀も赤くなるかもしれんぞ。はわ、私は鮮やかな赤い刀身が見れると思ったのに。炭治郎に持たせて。頑張れ炭治郎、頑張れ。俺は今までよくやってきた。俺はできるやつだ。そして今日もこれからも折れていても俺がくじけることは絶対にない。それじゃ鬼滅の刃、禰豆子と炭治郎、上手にできたなと思った人はグッドボタン押してね。頑張れ、人は心が原動力だから。ひまほちゃんのチャンネル登録よろしくね。ひまほちゃんの他の動画も見てね。バイバイ。